新潟県妙高市妙高戸隠連山国立公園の赤尾岳遊歩道には、冬に積もった雪が地中から染み出し湧き出した名水があります。笹ヶ峰自然休養林内の杉の沢林道沿い、標高1273メートル地点に流出する名水、木原清水です。この木原清水は昭和50年代に行った周辺整備で、周囲に多くの木肌が生えていたことからその名にちなんで命名されました。木肌清水の高度は10で低めの数値です。そのためひんやり甘くすっきりとした味わいで、雪解け水の冷たさが体に染み渡り、まるで目が覚めるような心地だと言われています。この名水は定期的な水質調査や杉の沢集落の人々による保全活動など、おいしい水を守るために管理が行われています。木肌清水が流れる山中、名水の流出地点や遊歩道脇では可憐な高原植物の花々が咲いています。季節によって変わる高山植物は山の四季を華やかに彩ります。木肌清水が流出する赤尾岳、その周囲には天飾山、日内山、妙高山といった壮大な山々がそびえ立っています。特に妙高山は古来より山岳信仰の対象とされてきました。歴史も深く、現在ではパワースポットとして注目されています。神聖な山々から湧き出る名水、木肌清水。澄んだ空気と美しい水、神秘的な雰囲気を体験しに、ぜひ足をお運びください。